どうもこんにちは。お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回のテーマはですね、人生の優先順位ということでございます。まあ人生50歳を過ぎるとね、自分の人生の優先順位がどうだったんだろう、間違っていたんじゃなかろうかと、今からでも取り戻しは作るのかな、どうかなっていうふうに考えたりするんですよ。じゃあね、人生およそ80年と言われる中で優先順位って何だったのかなと思うわけなんですよね。私はね、通説に感じるのは体力だと思います。一番最初の優先順位は体力、これを10代で伸ばせるだけ伸ばしておくことかなと思いますね。で、10代で受けたダメージっていうのはいかようにも取り返しがつきますんで、まあ、一生懸命ね、体を鍛えておくこととか、健康に気をつけておくこととか、一刻も早く自分が身を崩した時には回復できるようなね、まあ、そんなスキルを身につけておくことかなと思うんですよ。怪我をしてもすぐ治せるように、体調を壊してもすぐ治せるようにしておくこと、そうするとその力ってのは一生使えるんだろうなと思うんですよ。で、体力がないとね、何をやっても疲れやすくって、疲れやすいからすぐ休むようになるし、もう動作がのろくなるんですよね。それ大きく差がつくのが50じゃないかなと思うんですよ。50でももう体力にあふれてね、もう全然やる気に燃えてる人と、あとはちょっとやったら体が疲れたりとか、腰が痛くなって足が痛いとか言い出してね、使いにくい人とって大きく分かるでしょ。やっぱね、疲れやすいとね、何にもに集中できない、何にもに前向きになれないわけなんですよ。そして暑い、寒い、体がちょっと調子が悪い、風邪をひいた、こういうことばっかり言ってるとやっぱり誘いにくくなっちゃいますよね。でもいつも元気で前向きな50代、お若いな、50過ぎてるんですか、すごい体力ですねみたいなね。50代でも20代並み、30代並みの体力と回復力を持っていれば表情も違いますしね。だからやっぱこの回復力と体力とか、さまざまな要素を持っていること、これをね、一生どん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 引き継いでいくこと大事かなと思いますね。それから10代に体を作ると、まあ、全身がね、たくましいですね、見た目にね。で、あんまりこうデブデブしないというところもあるんじゃないかなと思うんですよ。で、体を動かす習慣とかができていますんで、いつでもまたね、回復できるみたいな、で、筋肉もすぐ復活するみたいなところで、タフな体ができるんじゃないかなと。そしてそのタフな体に支えられた精神力はまたタフになるんじゃないかなと思うんですよ。やる気があってもね、体がついてこないと、そのうち気持ちもしぼんじゃうのかなと思いますね。ということでね、人生の第一段階にはとことん体力を作ること、健康を維持すること、それがひいてはアンチエイジングにもつながってくるのかなと思います。もちろんこれは50になってもできることなんですよ。50になってもこの後30年のために今から体を鍛えておくこと、すごく大事だと思います。まあ、まずはね、手軽にできるスクワットからやってみてはいかがでしょうか。ということで本日は以上です。お疲れ様です。